仙台市中央卸売市場で行われた競りでは、仙台牛の枝肉を仲買人が次々と競り落としていきました。競りにかけられた39頭のうち37頭が A5 ランクの仙台牛と格付けされました。 JA 全農宮城では仙台牛の生産者を育成しようと、50歳未満の生産者の集まり、仙台牛レボリューションズを8年前に発足させています。今回はそのメンバー限定の競りが行われました。仙台牛というブランド、これをですね、ぜひですね、今後とも維持していくというのは我々の使命だというふうに思っておりますし、それをぜひ担い手の方々に引き継いでつないでいただきたいなというふうに思っております。最高賞のチャンピオン賞を受賞した牛肉は、脂の乗りや色つやの良さなどから1キロ3348円の値段がつきました。競り落とされた仙台牛は、早ければ来週にも県内を中心にスーパーなどで販売されます。